最優秀新人賞、山田杏奈さん。大賞作品は小さな恋の歌です。おめでとうございます。表彰状、最優秀新人賞、山田杏奈殿、おめでとうございます。じゃあ頑張ってください。新人賞をいただきました山田杏奈と申します。ありがとうございます。今回は本当に名誉ある素敵な賞をいただき、すごく嬉しく思います。私自身こういう仕事をしていて賞をいただいたことが初めてなので、すごくやっぱりなんかこれが正解とか間違いとかいうラインがない仕事だなって思うので、今回こういう形で名前を挙げていただいて本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。今回賞をいただいた小さな恋の歌という作品は、私自身本当に思い入れが強くて、大好きなスタッフさんと大好きなキャストの皆さんと一緒に、本当に皆さんの力が全て合わさってできた本当に奇跡のような作品だなと思っています。その中の舞という役で、自分の大好きな役でこの賞をいただけたことが本当に嬉しいです。これからも素敵な映画作りに関わっていけるように頑張りたいと思います。今回は本当に素敵な賞ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。私も大好きな映画です。なんか沖縄の日常と、それから熱みたいなのがね、ものすごく伝わってくる作品だ。舞も後半お父さんに怒鳴ったりだとか、どん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 上がってきますよね。そうですね。ねえ、あ、すいません。演じててどうでした？はい、やっぱり前半はすごく無口な子なんですけど、後半に行くにつれすごくやっぱりお兄ちゃんのこととかがあって、すごく自分の意思っていうのを前に出していく役だなと思ったので、そこはしっかりと芯の強さみたいなものを表現できたらいいなと思って、前によってまた物語が進んでいくっていうね。そうですね、最後の爆発力がそう、すごい爆発力、はい、かなり練習されたんじゃないですか、シーンですね。はい、でもあんまりやらないようにしようと思ってて、でも結構そうですね、爆発力でもあれをなんかやらなくてもその場で監督と一緒にやったら、あのセリフだったら大丈夫だろうなと思ってたので、逆になんかその瞬間のものが出せたのかなとは思います。はい、ギターはやってたんですか？はい、やってなかったです。初めてギターに触れて半年間練習して、すごくお世話になった先生もいるんですけど、その先生にたくさん教えてもらって、はい、音楽は続けてます、続けたいと思ってます。あ、続けてます。あ、そうなんだ。ギターもアコースティックギターを今はやってるんですけど、音楽自体元から好きなので、この作品でより音楽が好きになりました。また聞かせてください。はい、頑張ります。今19歳、はい、ね、で来年は20歳ですけど、はい、なんかこれからの夢みたいなのってありますか？そうですね、やっぱり今年は10代最後の年なんですけど、2020年ってことですごく日本中いろいろ変化していく年だと思うので、その波に飲まれないで自分っていうものをしっかり持って、ちゃんと自分をしっかり見ながらやっていけたらいいなと思います。これからも素敵な作品届けてください。はい、頑張ります。ありがとうございます。最優秀新人賞、山田杏奈さんでした。ありがとうございます。